どうも、ありがとうございます。花尾です。読みのりです。キムヒョンです。で、今日は読みのりさんね、はい、たまたま半大に、たまたまね、そんなことある？俺らが呼ばれるのを差し置いて、読みのりがなぜか半大に呼ばれるという、呼び子のノリで呼び寄せましたよ。呼び子のノリで呼び寄せました。呼び寄り皆さん、自分の名前つけた時にですね、考えてつけるわけじゃないですか。そうですね、うん、結構有名人の中にも由来聞いてみると、あ、そういう由来なんだって思ったことありません？オンシライオンとか。オンシライオンはライオンのコンセプト分かりやすいと思うやつ思うけど、だいぶということでですね、はい、皆さんなら存在する芸名と存在しない芸名分かるんじゃねえかと。心が思ってるかないかでいいんでしょ。それでですね、はい、芸能人の方が自分の名前に命込めてつけてるわけですから、はいはいはい、それ軽々しく扱っていいわけではないですよ。間違いない。なので、はい、もう今回はですね、はい、最下位の方はですね、はい、こちらに用意しました。テレビスター名鑑2019。おお、これで、はい、辞書辞書ゲーム、ほんま辞書辞書ゲームやな、これマジで20点取るまでやってもらいます。あー、ホエだね。はい、ホエで。だって俺この前のさ、中身はリンやって誰みたいなのずっと言ってる。あー、コメント欄で、コメント欄でお前それはやばいみたいな。でも俺らさ、感じになってたから。でも俺みんなコメント欄書いてる人も年取ったら分かる。鬼滅の刃メモ取りながら見てもね。そこまで説明できたよ。いや、まあ、そういう感じで今回は問題を出していきたいと思います。はい、ということで、ベイケイトバースボーイズハイチ、ミノモンタ、ポン。はい、では第1問です。はい、問題。次のうち実在する芸能人はどれでしょう。ででん。ちょっと待って、強っ。どれが一番、うん、魂感じるか。感じるか。でも3番は違う。俺3番は実在しないと思ってて。いやー、なんでかって言ったら、マジでジョニーとかコングの方が多いイメージ。あー、普通に考えて、まあまあまあ、1と3はそんなにいないから。全部あるな、これ。でも全部ある、これ。俺罰ゲームめちゃめちゃ今回ちょっと嫌だよね。嫌だよ。何で呼び乗りが罰ゲームとかになったらどうすんの、これ。もう一発やろ、もう一発、もう一発。これも何してる人か、なんかちょっと情報もらっていい？キムさん、調べてます。調べておいおいおい。存在しない芸能人はかもしれません。あ、なるほど、なるほど。え、じゃあ俺ら結構行っちゃったけど、結構失礼だね、じゃあ。ちょっと選択肢変わるな、そうなると。トマホーク鈴木売れなさそうとか。もうボロかつい。なんでお前らに言われなきゃいけねえんだよって感じなんだ、これ。いや、でもこれかな。うん、これでいこう。せーの、トマホーク鈴木。1、トマホーク鈴木。2、ジョニー広瀬。おっ、言ったね。さあ、勝負出ましたね。いや、これおもろいかもしれん、これ。最初の言ってたこと忘れたの、もう。他はいじりがいがあったでしょ。うん。一方、ジョニーよ。ジョニーよね。俺ら、今この会の中でジョニーに触れたってことは、やっぱ、入ってないよ。マイハート。マイハート。レンガンはなんで？俺1番、トマホーク鈴木がいた時に売れてる未来が見えなかった。違う、やめとけよ、それ。はい、答えを発表します。はい、色々、色々。実在しない芸能人は大丈夫、トマホーク鈴木。うわぁ、うわぁ、トマホーク鈴木売れねえもん。いや、これは売れるわけない。マジ安堵。まず、ジョニー広瀬さん、マジシャンらしいです。あ、マジシャン、なるほど。マジシャンっぽいわ、ジョニーって。確かに。なんか言われてみた。言われてみた。もう文字、一緒の職業やもん、でもほら。今日言われてみたらってやつ、なしにしようぜ。次がですね、あ、パッパラ河合さんですね。はい。アミューズです。あー、見たことあるね。ミュージシャン、音楽プロデューサー。ね、アミューズだ、ね。あー、アミューズや、ね、そういうことか。コング桑田さんはですね、はい、俳優、声優、タレント、歌手などいろいろやってる。めちゃめちゃタレント。マルチタレント。マルチタレント。では、はい、次の問題です。はい、空欄に当てはまる文字を答えてください。おー、はい、これじゃあさ、これ2ポイントじゃん、これ。これ2ポイントでいい？オッケー、いいの。そういうのは負けてる人が言うやつだから。問題はこちら。はい、ディディーン。え、これ漢字、漢字1文字。カタカナでしょ。カタカナか、さすがに。カタカナですね。これさ、これ変なこと書いてます。すべて芸人のグループ名で出そうです。芸人なんだ、芸人。え、いいですか、皆さん、全員当たってもあれです、点数変わりませんよ。だって今ボケ投げたしかないよ。はい、では皆さん、回答をどうぞ。
せーの。だだだ。こ。あれ。これがね、これが当たりだ。一つ目。うん。スリー。コパンチでしょ。コパンチってわかんないな、コパンチ。で俺はもう3番かけてロコンから。あ、ロコンね。はいはいはい。ロコン絶対いるやん。はい。で、プレミアムバコウ。はい。ザ。ということで、ザはない。正解は、はい。ザです。ロガンでしょ、まずあの宇治原とかいうやつでしょ。で、ザパンチでしょ。レッドカーペットの時代すごいです。あ、そう、レッドカーペットの時代。レッドカーペット見てた人？いや、まあちょいちょいぐらい。じゃあいたわ、その時。コパンチ。コパンチじゃない、コパンチじゃない、コパンチじゃない。プレミアムバコーはちょっと。プレミアムバコー、バコーやから、これ発音。バコーね、それ以外認めない。アゼルバイジャンの首都バクーみたいに言ってたと思う。よくアゼルバイジャンの首都言えるな。次の問題です。はい、次の4人の芸能人のうち、はい、実在する芸能人を答えてください。あ、実在する。する、はい、よかったよかった。問題はこちら。ででん。え漢字の問題だ、これ。出た出た、俺の苦手な中村智也さん。バラバラで。いや、しんどこれ。あれ、どうやったっけ。いや、どうやったっけこれ。これ結構逆にむずいぞこれ。はい、では皆さん、揃いましたか。はい、揃いました。はい、ではどうぞ。せーの。松田龍平。松田龍平。うわ、またか。おーおお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 おまずね、前提で前提で本当にね、もう前提ね、すごい。いや、もう演技もすごいし、例えば映画とか見るじゃん、はいはい、エンドロール流れた時に流れてる人の名前、はいはいはい、その時にはもう涙でいっぱいなのよ、もう。間違えた時でもう全然自信ないやん。だけ煽ってるで、それ。いや、もう見れない、もうそういうエンドロールの時とかは。はい、では答えを。いや、これちょっとな、頼むわ、これ。これ頼むわ、ほんま。ここでちょっと開けたいわ。さ、答えは、福祉は合ってるよね、多分。答え松田龍平。よっしゃー、よっしゃー。え、待って、うまいこと言ったら1点とかある、そういうのもあるでしょ。一応言って、このチャンネルなら。クイズノックだったら絶対言ってない。クイズノックじゃないんだから。こういう漢字の間違いにした理由は、菅田将暉の間違い探しがあるからですか。ゼロ点でいいです。え、何言ってるか分からない。曲名でね、今日間違い探しっていう菅田将暉の曲があるんだ。あー、そういうことね。その説は一瞬僕も思ってました、実は。なるほど。ので、1点追加します。いや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 、それはおかしい。それは、その1点追加するんかい。今の1点じゃ、後で俺議論したいって。今の1点、はいはい。福士蒼汰くんのターンをかけたら1点ね。あー、じゃあどうぞ。はい、間違えたらマイナス1点ですかね。気をつけて、出すときは気をつけてください。絶対出さん方がいいやん、それやったら。これ間違えたら減点。間違えたら減点です。正解したらプラス1点。正解したらプラス1点、だからかけな。三髄片がついてます。正解。すげー、すごい。これほんとすごいわ。そうだった。まあ俺はさ、福士くんの演技ちゃんと見たいから。泣きたいけどよ。やっぱ最後はね、ダイエットロールを見てあげたい。いや、この俺はこの三髄で水を表すよりかは自分の涙で表したかっただけだから。うん、なんかあれでもこのチャンネルのいいのって滑ったらカットされることでしょ。いや、これでしょ。いや、中村智也の。いや、違う違う違う、嘘でしょ。違うないよ。こうでしょ。いや、違う。マイナス。いやいやいや、絶対こっちだって。そうでしょ。絶対こっちだって。1点です。いやいや、マイナス1点です。ちょっと待てって。マイナス1点。はい、ほんまや。はい、では問題です。はい、次のうち、はい、実在する VTuber を答えてください。あ、なるほど。もう VTuber 領域、領域、領域か。選択肢はこちら。ででん。むずむず、3人目、なんて読む、実在する。あ、違いました。3人実在してる VTuber です。あ、なるほど。実在しない VTuber を書いてください。あ、なるほど、はい、びっくりした。あ、なるほど。あれ、ヒイラギって読む、あれ。これはですね、クッキーじゃないでしょ、絶対。クルルギです。クルルギ、クルルギ、はい、はい、では、回答どうぞ。せーの。赤いハート。4番。白銀のエル。白銀のエル。それ多分白金です。あ、これで白金って読むんだ、はい、ってことは。だから俺は結構2と3を一瞬で消したんや。赤いハートやで。
まあ、寺田心がいる。寺田心が違う。ノリが違う。4番、一番なんかその理系心をくすぐるんですよ。お前らなら、こういうの好きだろって。あとこれちょっと気に入ったんで、いなかったらなんか別の形俺が使った。あわよくば。うん、ということで。はい。正解は、はい。くるるぎあおい。マジで。くるるぎあおいだけいない。だけいません。マジで。くるるぎあおいさんっていう有名人の方がいるんですよ。なんやねん。なるほど。他の人はみんな VTuber です。で、多分見たことある気がして。え、マジ。白金ノイル。これ白金ノイル。やっぱ17万人いるやん、登録者。くるるぎあおいはきついわ。あれ。なるほど。あ、じゃあ。くるるぎあおいさんの、あの、ほんまの職業を当てたら、あ、いいね。3点とかどうぞ。あ、オッケー。それはもう行きましょう。絶対わかるぞ。はい。じゃあ、皆さん、回答どうぞ。せーの。声優。声優。お、マジ？お、AV 女優で書くと思ったわ。誰かはやると思った。ということで。これ正解いんのこれ。正解は、この中に、いませんでした。あー。これでも当てたやつが、勝ち当てた人がもう優勝です。じゃあインスタグラマー。違います。ついてるアイドル。違います。お、作家。違います。おー、マジ。はい。女優。もう一回。AV 女優。正解。いや、もうふざけんなよ。分かってたよ、それやったらもう。分かってたよ。これ、ね、これ俺の仕事じゃないって言ったんですよ。あ、じゃあもう得点はなしって。得点なしということかな。じゃあ今回はもう誰も負けなかったという。じゃあ今回はじゃあ、まあ、呼び乗りさんに3点ということで、うん、よし。おお、ちょっと待ってよ。待ってよ。いやいや、逆になかった眼中にもう。俺もアウトオブ眼中やった。 MJ。 はい、はい、ということで結果1位、読めるたくみー。大逆転、おめでとう。大逆転、まあ、おめでとう。そんなんで勝って嬉しいかな。頑張って言ったもんな、うん、あれ、頑張って言ったもん。しゃあ2位、はい、全冠。俺1位したはずなんやけどな、俺結構当てた数的に。はい、うん、そして、栄えある罰ゲームを行う。いや、もうそんなためんでいい。第3位。そんな、はい、もう確定してますから。はい、花尾よっ。ただやっぱ AV 女優をこのチャンネルで言ってしまったっていうのは罪やと思うねんな。最近ちょっと綺麗にしていこうって言って矢先ね。綺麗にしていこうって言ってんのにさ。ということで、じゃあまあ呼び出さんにはね、代わりに花尾さんが20個やるまで問題出し続けるという役でしょ。それはそれで面倒やそれはそれで面倒や。2人で実証しとゲームを、ね、2人で実証しとゲームをやるというね。はい、声ははいよ。じゃあこの辺でありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。